ジョシュア・ジェームズ・レニキーは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の、プロ野球選手、ウト右ミギウチ。現在は FA。2006年の MLB ドラフト10順目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。2008年9月13日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で3番手として登板し、メジャーデビューを果たした。2009年7月31日に、 スコット・ローレントの1対3のトレードで、エドウィン・エンカーナシオン、ザック・スチュワートと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍した。2011年6月2日に、ウェーバー工事を経て、コロラド・ロッキーズへ移籍した。2012年は、自己最多の63試合に登板した。2012年11月2日に、ウェーバー工事を経て、ミネソタツインズへ移籍した。 2013年10月4日に FA となった。2014年2月14日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2015年2月12日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結ぶ。11月6日に自由契約となり、オフはベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルに出場した。 2016年2月13日にブルワーズと再びマイナー契約を結んだ。2017年2月21日、メキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約した。2018年、中華職業棒玉大連盟の統一ライオンズと契約した。父はボルチモア・オリオールズなどで活躍した元メジャーリーガーのゲイリー・レニキー。おは、 ミルウォーキーブルワーズで監督を務めたロンレニキー。2010年に同じくメジャーリーガーのヤンデズモンドの姉と結婚したため、デズモンドとはギリの兄弟の関係になった。91から96マイルパーアワーのフォーシーム、90から94マイルパーアワーのツーシーム、82から86マイルパーアワーのスライダーの3球種で全頭球の約9割を占める。他には、 75から80マイルパーアワーのカーブ、対左投手用のチェンジアップも投げる。右投手だが、左打者に強い。ありがとうございます。